はい、どうも、エタロウです。今日の企画は、あの、ゲイタ、新宿二丁目、行っていきたいと思います。ちょっと一つ検証をしたいと思いまして。ゲイタウン新宿二丁目で、僕が、バイトの面接をしに行ったら、受かるのかどうか、検証をしたいと思います。ちょっと怖えな、でも新宿二丁目は遊びで何回か行ったことあるんですけどね。では行ってきます。はい、ただいま新宿二丁目に着きました。すごい雨ですが、今からお店を探して面接しに行きたいと思います。ちょっと撮影できるかどうかは分かんないんですけど、ちょっと交渉してみたいと思います。めっちゃ怖えもうね、ここに来るまでにもね、何人にも話しかけられたからね。マジかよ男の人からモテるってどうなんだろうねってことで頑張ってきます。撮影できなかったらごめんね。ではまた頑張ってきます。あゆたの、はい、今新宿2丁目のあるバーに着きました。で、面接大丈夫ということなので撮影していきたいと思います。で、今日はちょっとこの方、皆さんもご存知だと思うんですけど、面接してもらいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。面接にカメラ持ってくるって珍しいわねすいませんじゃあちょっとそこにほら、あ、はい、わかりました。何歳ですか、あなた。まず僕は今26です。26、はい。うん、1丁目とか働いたことない。あ、ないですね。無経験。無経験ですね。なぜ2丁目なの？違う世界を見たいっていうのがありまして。そうですね。お酒とか作れる？お酒は全然。全然ですね、僕じゃあ何ができるの何かできることあるの？いや、もう僕ができることなら、うん、そうなのね、はい。まあ、お酒作ったりがメインだからね。わかりました。先にちょっとじゃあこっち来て、はい、ちょっと立ってみて、はい、どんな、なんかやってんのスポーツは？あ、一応ソフトテニス。ソフトテニス、はい、じゃあ後ろ見てみて。あ、ソフトテニスやってるんだあ、いいか、ちょっとはい、手、はい、これね、面接だから。これ面接、面接なんだよ。大丈夫ですか？面接よ、大丈夫よ、こっち来て大丈夫ですか？面接だから、か、気をつけして、はい、面接、そういう感じね。うん、あ、OK、 OK、 これで、なんかわかるんですか？そうね、合格マジですか？うん、合格ですか？合格。これ、僕じゃあ働けるんですか？いいわよ。マジですか？いいわよ、合格よ。ありがとうございます。そう、もう一回じゃあ来てみて合格してみて。そうそう、合格、もう一回、はい、はいはい、今2キロぐらい。ああ、ちょっともうちょっと言ってくれる面接だから大事な面接だから大事なね、面接、これ、これもね、面接の一つなの僕のチャンネル結構子供も見るんですけど、大丈夫ですか？大丈夫よ、大丈夫ですか？これモザイクでいけばね声だけとかで、あの、そうですね、そうよ、やっていけば大丈夫なんです。子供が見れるような、うんうん、そうよ。大人向けに、ね、シフトチェンジしたらどうここでアダルト向けにどう？アダルト向けにですか？シフトチェンジですかね。そうですね、26か、ね、お肌も若いね、なんかツルツル。いやいやいや、え、これ撮ってる？撮ってます。撮ってるの、はい、あ、大丈夫です。あ、あ、社長、いやぁうわ、何やってんの？いや、面接よ、面接よ、ここ行って、ちょっと、ここ行って、面接よ、邪魔しないで、面接よ、ここ行って。面接してきました受かっちゃったよ、どうしよういや、ガチでね、とりあえずね、何日間かね、本当に働くことになったんで、ぜひぜひ皆さんお店に来てくださいこれ大丈夫かなってことで、またそう、今日ね、行ったお店はすごい有名な方のお店なんで、ぜひぜひ、テレビでもよく出てる人なんで、コレステロールの拓也さんで検索してみてください。ではまたバイ。
はい、新宿2丁目コレステロールです。夜は、ごめんなさい、夜8時から12時までやっております。週末は1時、2時までやってます。男性、女性、一般の方多いのでよかったら飲みに来てください。ママもいるよ、待ってます。よかったら喉始めもあるかもよ。